皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回はですね、ダイエットについてのお話なんですけども、糖質制限とローファットダイエットとどっちがダイエットに効果的なのっていうお話をねさせていただきたいと思います。筋トレをねよくやってる方はねご存知かもしれませんけど、糖質制限、ケトジェニックダイエットってよく言われたりしますよね。まあ、これはね、脂質から作られるケトン体をエネルギーにして、糖質を抑えることでね、そのケトン体をエネルギーにして痩せていきましょうっていうダイエットだったりするんですけども、ケトジェニックダイエットの方が痩せやすいですよっていう方もいたりすれば、いやいや脂質を抑えたねローファットダイエットの方が痩せやすいんじゃないですかとかね、そういうお話がされてたりしますけども、これについてね、私個人のね見解っていうのをねお話をさせていただければと思います。結論からねお話をさせていただきますと、糖質制限かローファットかどうかっていうのは直接ですね痩せやすさに関係はありません。なので続けやすい方をやっていただければと思うんですけども、私としてはローファットダイエットをおすすめします。まずですね、大前提として体重の変化っていうのは摂取カロリーと消費カロリーのバランスなんですよ。なので糖質を抑えようが脂質を抑えようが、食べるよりも運動して消費すれば痩せるし、消費する以上に食べてしまえば糖質制限だろうがローファットだろうが痩せられないんですよ。なので糖質制限とかね、ケトジェニックダイエットもローファットダイエットも摂取カロリーを落とすための手段でしかなくて、どっちもですね摂取カロリーを落とした結果痩せるっていうことなんですね。まあなので究極的にはね、どっちでも摂取カロリーが一緒だったら同じ結果が出ると思っておいてください。まあ人間の体ってそんなに単純じゃないので、実際はね効果の出方って違うと思うんですけども、まあ基本的なね一番のね土台としては摂取カロリーのバランスが大事なので、糖質制限かローファットかっていうのはあんまり関係がないっていう風に思っておいてください。じゃあそれを踏まえて、私がなんでローファットダイエットをおすすめするかっていうと、続けやすさの問題なんですよ。糖質制限ってね、まあシンプルで始めやすいように思えるんですよ。単純ですよね、糖質取らなきゃいいだけの話なんで、普段の食事からご飯抜けばいいんでしょうとか、パン食べなきゃいいんでしょうとか、麺類食べなきゃいいんでしょうとか、それで済むんだったらまあいいよねっていう話で、シンプルでやりやすいっていうのはあるんですけども、続きにくいんですよね。特に外食なんかで糖質を全くゼロにするって結構難しいんですよ。やっぱりこう炭水化物が入ったものって何かしら出てくるので、まあ、それこそね焼肉とかねステーキ屋さんとかね、そういうところに毎回行けるんであればいいんですけども、大多数の方ってそうじゃないじゃないですか。やっぱり自分で店を選べる機会の方が少ないかもしれないですよね、人と外食に行くときなんかは。で、自分でお店を選べていても毎回ですね、私糖質制限してるからステーキ食べに行きたいとか焼肉食べに行きたいとか、そういうわがままって言えないじゃないですか。そんなことしてたらもう友達なくしてしまうんでね。人付き合いっていうことを考えると、やっぱり糖質制限をずっと継続するってなかなか難しいんですよ。その糖質って炭水化物をね、多く含んだご飯物とかね、パンとかそれ以外のものにも結構入ってます。例えばまあヨーグルトにも糖質って入ってますし、野菜の中でもね根菜類なんかは結構糖質が多かったりします。果物でも結構な量の糖質を入ってるものがあったりしますし、焼肉のタレなんかにも結構糖質入ってたりするんですよ。っていうことを考えると、実はね糖質制限をきっちりやろうとすると結構食べるものの範囲がね少なくなってくるんですよ。そういうこともあって、あんまりですね糖質制限っていうのは継続性っていうところの観点でね、あんまりおすすめはできないです。中にはねこう糖質制限が合うっていう方もいらっしゃるんですよ。私がね昔トレーナー時代に担当したお客様で、外食の機会が多いと、で結構ステーキ屋さんに行く機会が多いんで糖質制限でやりたいという方がいて、実際にその糖質制限のダイエットで無理なくね痩せてボディメイクに成功したっていうお客様もいらっしゃったりします。まあなのでみんながみんなね糖質制限が合わないというつもりはないんですけども、多くの方の場合糖質制限を続けるって結構ストレスがかかることなので、あんまりおすすめはしないです。まあ一方でね、ローファットダイエットっていうのは、まあ、脂質を抑えていくっていうダイエットになるんですけども、こっちの方がまあまだね選べる食材の数が多いので、まあ続けやすいと思います。
ローファットとは言いますけども、まあ、3大栄養素バランスよくとっていくタイプのダイエットになるので、ご飯も適度に食べれますし、脂質が含んだものも適度に食べれるんですよ。別にその茹でたささみとブロッコリーしか食べられないみたいな、そういうものではないので、適度にね、卵とかね、脂の乗ったお魚とかね、食べていただいて全然いいですし、適量であれば焼肉でね、サシの入ったお肉食べていただいてもいいですし、脂身のついたステーキ食べていただいてもまあ大丈夫です。もちろん食べ過ぎは太りますのでね、やめておいていただきたいんですけども、適量であれば割と広い範囲の食材を選んで食べていただくことができるので、外食なんかがあった時も調整がしやすいですし、無理なく続けやすいダイエットかなと思います。基本的には私としてはね、糖質制限よりはローファットダイエットで減量していく、ボディメイクを進めていくっていうのがおすすめです。ただし一部ですね、糖質制限の方が効果的な方もいたりします。そういう方っていうのは超肥満で運動経験のない方ですね。なんでそういう方に糖質制限が効果的かっていうと、糖質制限って短期間での体重減少効果って結構大きいんです、ローファットに比べると。そもそも超肥満で、手段は何でもいいから、とにかくですね、その筋肉量云々とかを置いといて、もうとにかく今すぐ体重を落としていかないと健康が危ないですよという方とか、体重が重すぎてあんまりもう運動できないですとか、もう走ったら膝壊れちゃいますとか、スクワットやるにしても自重でも負荷が大きすぎて膝をね痛めるとか腰を痛めてしまう恐れがありますとか、そういう方においてはまずはもう糖質制限で手っ取り早く体重を落としていって、無理なく運動ができるようになる状況にまで持っていくっていうのは結構効果的な手段だったりするので、どんな方においても糖質制限よりもローファットの方が優れてるっていうつもりはね全くないんですけども、場合によってはね、糖質制限が効果的な場合もあったりします。その大会出場レベルのボディメイク、まあ、大会に出るまではいかないですけど、フィジーク選手みたいなね、かっこいい体型になりたいって思って鍛えてらっしゃる方とかね、まあ、あとは実際にこう大会に出たいと思ってらっしゃる方の話をすると、そういう方においても、まあ、あんまりですね、糖質制限が合う方っていうのはいらっしゃらないんじゃないかなっていうのが、まあ、私がいろんな選手を見てね思ってることですね。まあ、やっぱりオーソドックスなローファットでやっていくっていうのが王道ですね。まあ、ボディメイクとかね、競技全般に言えることですけど、自分だけが特別だと思わない方がいいです。私も含めて世の中の大多数の人間っていうのは普通の人なので、もう普通の人がやるような普通のローファットダイエットで減量していくのがいいと思います。もちろん中にはケトジェニックダイエットが合うっていう方もいらっしゃったりします。脂質をエネルギー源にしやすい、糖質があんまりエネルギーとして使えずに体脂肪に変わりやすい、そういう体質の方もいたりするんですけども、日本人っていうのは昔からね、穀物の摂取量が多くて炭水化物の割合が多い、そういう食生活をしてきた民族ですので、そういった歴史を踏まえると、こう脂質がね体に合う、糖質制限が体質に合う方っていうのはあんまり多くはないので、自分がそのね少数派、特別な方に入ると思わない方がいいんじゃないかなと思います。まずは一般的なローファットダイエットでしっかり減量、ボディメイクを成功させて、それからですね、もしね糖質制限とかケトジェニックダイエットに挑戦したい場合はチャレンジしていただくのがいいんじゃないかなと思います。ということで、今回は糖質制限とローファットどちらが痩せやすいかということについて解説をさせていただきました。糖質制限かローファットかに限らず、体重の増減というのは摂取カロリーのバランスによって変わるので、どちらでもね痩せることができますよと。でそれを踏まえた上で、継続性という観点で言うと糖質制限はあまりおすすめはできないので、特別な場合を除いてローファットダイエットをおすすめしますよと。競技に挑戦するレベルの方においてもやっぱりねローファットの方が合う方が多いので、まずはローファットにチャレンジしてみてはいかがでしょうかというお話でした。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもね、食事の質問あればコメントよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しておりますので、概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも新商品やキャンペーンの情報を概要欄に記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。